はい、こんにちは、るかこです。最近ちょっと髪の毛を、ピンク色に染めようと思って、ちょっと紫色になってしまったんで、よくあられちゃんって友達には言われるるかこです。今日は新しく、ベビー&ミーさんから出るベルクをご紹介します。ベルクのオプションとベルク本体を買えば、こっちの方を付け替えれば、新生児から新生児パッドがなしで抱っこ紐でも使えて、これをここのところに差し替えると抱っこ紐にも使えるし、ヒップシートにも使えると。今まで本当に新生児の時に新生児パッドを買うのをどうするか問題があったんですが、それがいらなくなったのがすごく大きいのかなと思います。今回、ベビー&ミーさんのベルクですが、新生児から使えるオプションがあって、抱っこ紐も使えるし、ヒップシートも使えるし、台座も使えるっていう面では、今まで抱っこ紐もヒップシートも使えるっていうのはトグネのナンバー5プラスとしかなかったんですね。なんですが、あとはベビー&ミーさんでも出てたのは出てたんですが、オプションで買い足すっていう形になっていたのが、今回ベビー&ミーさんで出た、ベルクポイントをまとめます。オプションを買えば新生児から使える、で、ヒップシートも使えて台座だけも使える、ポケットも大きくなったりだとか、台座の部分がすごく小さくなったり、座面の部分が滑り止めが広くなって座りやすくなったっていうところで、本当に今までの欠点というか、ミヤミーさんだったらポケットがあるからミヤミーみたいにしますっていう方が多かったんですが、結構今回ポケットも大きくなったし、台座の部分がやっぱちょっと滑りやすそうな気持ちもするから、コグネにしますっていう方も多かったんですが、今回ベルクさんになって台座部分も滑り止めがつい全面的についてバージョンアップしていってるのかなと思っています。今まではベビー&ミーさんの特徴だったお尻のマークがある台座だったんですが、台座の部分が全面につくことになって、大きさとしては以前のベビー&ミーワンズライトとかワンズと、大きさ自体はそんなに変わってないんですが、前のルカコの3種類の比較の動画の分はもう一つ前の分なので、ベビー&ミーさん大きく感じたんですが、それよりもかなり小さくスマートになっています。ここの部分にお母さんのお腹に当たっても痛くないように、ここがクッションになっているのがベビー&ミーさんだけのこの中の、タイプになります。こんな感じで、ヒップシートのところでウエストリズムで止まっているので、赤ちゃんの補助抱っこするときに重さが分散して、腰でも支えながら手でも押さえることができます。こんな感じで赤ちゃんに授乳をするときの補助にもなります。またウエストで補助できるので、重さが分散させて腰が楽だったりだとか、手のテンションがすごいなりにくかったりとかもします。ポンと乗せるだけで済むので、ベビー&ミーさんだけではなくて、ポグネさんもミヤミリさんも可能で、抱っこの補助がすごく楽になるかなと思います。で、横の、ポケットですが、かなり今までのヒップシートの、特にベビー&ミーさんのポケット少し小さめだったんですが、かなり一番大きく、これ結構前のワンズとかよりもでかくなってるのが特徴で、まあ、新生児から使いたいなって方はベルクのオプションパーツも買えば、本当に生まれてすぐぐらいで、ちょっと1週間退院したぐらいからずっとベルクの新生児から使えるタイプのオプションをつけて抱っこ紐として使えますし、重くなってきた場合にヒップシートとしてもベルク本体で使うこともできますし、前向き抱っこ、エルゴ360とかエルゴオムニ360のような前向き抱っこ、ただちょっとやっぱり値段が、本体と抱っこ紐のオプションを買うと結構まあ価格がしちゃうのかなとは思うんですけど、よく皆さんベビービオルン1とか最初に、まあ着やすし外しやすいしおしゃれなので、ベビービオルンとっても人気だったり、ママの、先輩ママに聞いてエルゴオムニ360が人気なんですが、まあ、お子さんが重くなってきて、やっぱりヒップシートも試してみたいという方も結構増えていて、腰が痛いとか腱鞘炎になったとかいう方も増えていて、ルカコストアでは試着に来られる方がすごく増えてるんですが、
そういう時に結局ヒップシートも買うと、まあエルゴとかベビービオールも買って、その後またヒップシートなんで結構な出費にはなるなと思うので、今回のこのベルクを最初から買っとくと、抱っこ紐も新生児からも、どの方向にも抱っこできて、ちょっと画期的ですね。はい、ベビー&ミーの、ベルクの新生児から使えるタイプのオプションを今つけているところで、ここの股上が浅くなっているので、新生児から首座り前から使えるのと、ここの頭寄せのところがついていて、しっかりと首が座っていなくても赤ちゃんがこうクラクラ頭がせずに止めれるようになっています。体が硬い方でも上にすれば手が届きやすくなります。ちょっとポグネーさんだと、ここの部分が可動域がここまでじゃなくてこの辺で終わっているので、ここになっちゃうんですね。バックルが体が硬い方だと届きにくいのかなと思います。なのでミアミリーとベビー&ミーさんはちょっと可動域が広いので、体が硬い方でもつきやすいのかなと思います。背が大きくなってきた時には頭当てが邪魔になることもあると思うので、はい、折り曲げて使っていただければいいかなと思います。大きくなってきた時に前向き抱っこもすることができます。ベルクのオプションパーツになります。なので新生児から使いたいなとか、抱っこ紐もヒップシートも使いたいなという方は、このベルクの本体セットとオプションパーツ、この2つが必要になってきます。初期の頃からベルクとワンズはかなり小さくなっていて、ベルクとワンズの違いは座面の部分の滑り止めが前面になったというところが大きいです。中の部分も初期の頃、右側からワンズ、ベルクとどんどん小さくなっていてスマートになっています。またお腹に当たる部分のクッションがついて痛くなくなっていますね。ワンズとベルクのポケットはサイズがかなり大きくなっているのと、取り外しが可能になったというのが大きいかなと思います。あと肩紐の部分ですね、スマートになったのかなと思います。一番大きいのはやっぱり新生児から使える抱っこ紐としても使えるというところで、ヒップシートに差し替えることも可能です。エルゴオムニ360のように新生児パッドが必要なく使えるというところも大きいです。ヒップシートと抱っこ紐のどちらにも差し替えれるので、新生児からオプションを使うとヒップシートも抱っこ紐もどちらも使えます。で、お色はネイビーとスティールグレーですね。ベルクのヒップシートで使った場合は首座り後から使えて、4ヶ月から20キロぐらい、4歳ぐらいまで使えます。ヒップシートは対面抱っこ、通常の抱っこと前向き抱っこ、エルゴ360のような景色を見れる抱っこもおんぶも可能です。で、ヒップシートの台座のみで使えるのはミアミリーもポグネーも一緒なんですが、新生児で生まれた時の補助にすごく良くて腱鞘になりにくかったりしますね。あと授乳の補助にも使えます。デュアルフォームがついたことでお腹が痛くなりにくいふわふわのフォームがついたということも変化の一つです。右側の初期からワンズ、ベルクとワンズとベルクだけフォームがついていて小さくなっています。安全ベルトもついたりとか、フードカバーも収納することができます。ベルクファーストのオプションを使うと抱っこもできるんですが、お色はネイビーとスティールグレーで、でこのベルクファーストを使うと抱っこ、新生児から抱っこできて、退院した頃から 3.2 キロから15キロまで使えます。前向き抱っこと対面抱っこ、おんぶもできます。このおんぶが結構私は使いやすいのかなと思っています。
で浮動がついた新生児から使えるようになったところが大きくて、頭当てが大きくなっていたり、フードカバーがついたり収納することができます。赤ちゃんが本当に小さくても新生児でも頭を支える部分がふっくらしていて使いやすいです。メッシュの部分はポグネとベビー&ミーはくるくるっと巻いて留めるタイプ、ミアミリーは取り外すタイプです。生活防水生地はどれもついていますね。あと股上のところが広くしたり浅くしたりすることができるので、新生児の頃から本当に3歳4歳まで使える抱っこ紐として使えます。 M 字になることがすごく大事なんですが、これもカバーしています。今回はベルクファーストベルクをご紹介させていただきましたが、たくさんの抱っこひもヒップシートある中で、これから初めてのお子さんだったり妊娠されているマタニティの方でどれがいいかわからないっていう方は、新生児から使えて抱っこひもでも使えてヒップシートでも使えるっていうのでは、かなり選択肢のうちのベスト1、2の中に入ってくるんじゃないかなっていう画期的な抱っこひもになりますので、今回ご紹介させていただきました。私たちは抱っこ紐のメーカーではなくて、抱っこ紐を使わないときにダランを解決する収納カバー、ルカコを製造販売させていただいております。抱っこ紐歴も11年、12年になり、たくさんのママたちに関わらせていただきました。小さいお子さんがいて好きな時間に働けない、気軽に休める会社がなかなかない、私もそうでしたが、という声もあって、ママたちが働きやすい会社をと6年前に作りました。抱っこ紐自体にもかなり詳しくなってきて、初めての出産のお母さん、妊婦さん、抱っこ紐どれがいいのかわからない、間違った付け方をされてる、いろんな抱っこ紐を試着するところがないという声をたくさん聞きました。妊婦さんやママがたくさんの荷物を持ってお子さんを連れて何店舗もうろうろ試着するのは本当に大変です。育児用品の大型店舗は他の商品も売ってますし、担当者さんが詳しくなかったりすることも多いそうです。実際に2人の子供を抱っこひもで育児してきた経験と、7万人以上のママたちの抱っこひもに関わってきた経験、大阪にあるルカコストアでたくさんのママたちの声を聞く中で、私に合う抱っこ紐はどれという声が多くて、一人一人に寄り添ったあなたに合う抱っこ紐ヒップシートの提案ができればいいなと思っています。10年 NICU で勤務経験のある看護師で、現在市の検診などの保健師で、3人のお母さんでもあるスタッフも在籍しています。すぐ近くに格安駐車場もあるので、ぜひご家族で遊びに来てください。ママたちのお店で金曜日と土曜日の11時から3時のみのオープンです。 Google マップでルカコ検索で出ますので、関西大阪方面の方はぜひ試着、もちろん購入もできますので、あなたに合った抱っこ紐を一緒に見つけましょう。もちろん関西方面じゃなくて遠方の方は LINE で購入前も購入後もフォローさせていただいています。気軽に先輩ママに聞く感じで質問できますので、ぜひ LINE で問い合わせいただけたらなと思います。もちろんフォローは無料なので遠慮なくご質問ください。またすでに抱っこ紐持ってるけど肩こりがひどくてとか、腱鞘炎、ぎっくり腰になっちゃった、腰痛持ちでという方多いと思います。実際私も2歳と0歳の育児の時に、ぎっくり腰になって本当に外で大変な目に遭いました。なのですでに抱っこ紐を持ちの方も、今お持ちの抱っこ紐の付け方を変えるだけで結構楽になることも多いので、付け方レクチャーとかあなたの体型に合わせる調節をするだけで、うわ楽になったって感動される方も多いので、女性だけでも来ていただけたらなと思います。リココストアでは来店プレゼントとして抱っこ紐に付けられる木製イニシャルチャーもプレゼントしています。これからもママの立場に立った面白い役立つ情報をアップしていきます。ぜひフォローボタン、いいねをママたちの励みになります。詳細は概要欄に貼っておきます。ありがとうございました。ママの育児がおしゃれにスマートになりますように。